左の膝が前に出て、体の右サイドが伸びてで結果ギッタンバッコンといってこう体が軸がぶれてしまうスイングになってしまいますというご質問が来ましたこれになってしまう場合の一番の原因はこのアドレスでの腰だったり膝だったり肩だったりっていうこのパーツの粘点差体が別々に動いてしまっている状態が原因です まあせーので一緒に常に常動いていてるドイツ上のパーツだと思って動かすっていうことが大切になります。これを意外と皆さん腰は何度肩は何度っていう結構難しい状態で練習してしまってますのでもう全部のパーツこの2つを一緒にもうほんと同じような質量で動かせるようにまずすることが軸が傾かない原因になってきますので。 腰だけ止めて肩だけこのように回してで先に腰だけとかってやるとこのように軸が傾いてしまいますのでもう全部一緒に回して全部一緒に回るような意識っていうのがまずこれがギッタンクをしなないいためのまあ大きな動き動だと思いますそしてアドレスも意外と皆さんこう左右対称に構えようとするのですがゴルフクラブを握った時に。 グリップで少し右手が下が下ったようなな状態になりますですから右サイドの方がわずかに低い状態になってますので、まあ、こう体のん中心で真ん中で立っているイメージはいいのですが少しまあこの体の上半身がわずかにこう斜めに倒れている状態にすると少し気持ち右荷重になって回、まあ、る時にはあんまり右サイドをこう伸ばすっていうよりは右荷重になってますのでそのまま回っていけば。 右足に乗ったバックスイングになってくると思いますので気持ちの中でも良いので右手1個分下にあるのでその分を少し右に傾いているような状態をイメージして練習していただけると伸び上がりがまあ出にくくなると思いますのでその2つを注意して練習してみてくださいいつも動画を見ていただきありがとうございますチャンネル登録、評価お願いしますゴルフでわからないことは下のコメント欄に 書いていただけると動画でアップしたいと思いますのでよろしくお願いいたします